まあほらね、風が強い季節。やばい。全然準備してない。あと砂がいるのか。シャベルもいる。シャベルも作ろう。シャベル。砂は死ぬほどあるので、砂は死ぬほどあるので、よし。多分これでもう作れるよね。これ。ああ、もう産地回復。超嬉しい。で、ちょっと待ってよ。ハンマーあるかな？このね、あれ？ハンマーねえ。こいつ、ハンマー取っただろう。ああ、雨降ってきた。やべ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 。ハンマー、こいつハンマー取っちゃった。マジかよー。うわー、これひどいなー。なんで猿いるんだろう。倒しちゃおうかな。倒しちゃってもいいけどね。どっから湧いてきたんだろう。ちょっと強いけど。あ、ほらね。ほらね、ハンマー持ってるでしょ。ちょっと、すげえ飛んでくんだけど。で、ちょっと待ってよ。ちょっと、入れて、あー、飛んでいく。で、ハンマーで、あれ？ハンマーどこ行った？あ、これはいらない。で、ハンマーで、これ潰しちゃいます。これ使わないので。ちょっと、よし。うわぁ、飛んでゆくいろんなものが。で、置いて、あれ、槍がない。あ、槍取るか。雨が降ってきた。で、ここに、アーマーボートを浸水式をやります。はい。で、ここに1本を立てる。はい。あー、素晴らしい。この顔。このドヤ顔みたいな。いいなぁ。500もある。体力が。ただ、あ、どこだっけ？あー、ハンマー置いてきちゃった。あれが欲しい。復活、ここか。復活できるところで、豚革のヘルメットがあるので、もう夕方か。どうしようかな。どうしようかな。肉も欲しいんですよ。ちょっと降りて、ちょっと無理だな。草でも取っとこう。ちょっと風が吹いたのが合図かな。次はこんな季節ですよみたいな、そんな感じですよね。これカニは肉になるのかな。あ、魚になった。え、魚？魚になるの？え、ちょっと待ってよ。これね、魚になってんの？フィッシュ？あれが作れるのかな？枝を1個入れて、フィッシュスティック。フィッシュスティックになったら超嬉しい。焼いて、焼いて食べよう。
ティッシュスティックになったら超良くない？体力回復しまくりだよ。あ、フィオミア、フィオミアじゃねえや。あれを立てなきゃ、これ。チミニア？チミニア、あ、フィッシュスティックになった。超嬉しい。ここにこれを立てて、風が強いときは、あ、ここで火を使う。これ、フィッシュスティックはね、体力ガンガン回復するんで、ほら、やべえ、これやるしかねえ。これやるしかねえぞ。フィッシュスティック作れるじゃん。あ、でもカニいねえな。カニ夜になると帰っちゃうのか。やべえ。超いいじゃん。フィッシュスティック作ろう。カニ捕まえて、もう一個罠作っとこう。あ、枝がないな、あんまり。2個ぐらい作って、置いとこう。ちょっともう一個、あれ作っとこう。1、2、3と。で、もう一個作って、これ灰はここ入れて、砂こっち入れて、こんなもんか。よし。あ、火消えちゃった。よし。で、ちょっと、あ、ハンマー取って、豚皮を取りに行きます。船どこだ？船どこだ？あ、また濡れる。よっ。わ、超早え。お、なにこれ。なんか、近づいたらやばそうなのがある。バミューダトライアングルみたいな。そんな感じかな。あ、海藻もついでに、あ、仕掛けてくんの忘れた、これ。ん？ここだっけ？ここか。で、この豚皮のが欲しいので、豚皮で傘が作れるんですよね。雨降った時にとっても便利な傘が作れるので、あれあれ、よし。で、海藻を取って帰ろう。海藻か。あと、サンゴも欲しいな。あ、肉が欲しいんだ、肉が。肉が欲しい。やべえ、お腹空いてきた。どうしよう。貝焼けばよかったな。ちょっと待ってよ。サンゴも取りに行こう。お腹が空いてきたな。やばい。帰るか。そうか、体力がないから。ちょっと待ってよ。体力がないから急がないと。まずいな。急げ急げ。ほい。急げー。蚊に捕まってない。火を起こして、火を起こして、貝を焼く。
ほんと、ほんと、ちょっと、ああ。あぶね。あぶね。ああ、夜になっちゃった。今日は夜、貝を食べまくろう。よし。で、カニ。これカニの巣なのかな？ここ置いとけばカニ引っかかるんかな？貝が生命線になっています。貝が生命線。やばい、夜になる。いや、金もちょっと少なくなってきたな。で、ハンマーはもういいじゃんね。あ、で、ちょっとこっちに火を入れよう。よし。傘を作んないといけないので、傘はね、どれだっけ？これ？違う。これ？あ、蜘蛛の巣がいるのか。あー、そう。ちょっとそれは、想定外。傘がいるんですよね。いやー、ちょっと雲探してこよう。どっかに雲いるはずだと思うから。どっか、雲いなかったっけ？この辺とか。この辺、あー、でもここが端っこだから、多分こんぐらいだと、あ、ここにあるな。ちょっと遠いか。こんな感じだと思うんだよね。遠すぎだろ。遠すぎだよ。あ、これ火をね、消す手ですね。これは踏んどきましょう。え、ちょっと、これ焼いとこ。あ、食べちゃった。やべやべ、生で食べちゃった。わあ、でも、ほがもう、あれだなあ。ああ、豚皮置いてくれよかった。余計なものをいつも持ってくる。どうだろう、この辺に、あるかなあ。これは、沼地ですね、ここ。沼地。あ、すごいベリーいっぱいある。あ、金もある。ちょっと金をもらっていこう。あ、壊れちゃった。沼地か。蜘蛛の巣、あった、蜘蛛の巣。あー、でも2つもあるのか。ちょっと、しかも猿もいる。猿もいるのか。もうちょっと孤立してる蜘蛛の巣がいいな。蜘蛛の巣でもいいけど、まあ、これ2段になってるんですけどね、これが3段になると、あの、持ち運べるアイテムを出るんですよね。3段になるまで待った方がいいかな。あ、蛇が。蜂の巣がある。わわわわ、これやべえな。この、わわわ。ちょっと待って、こいつ倒そう。あれ、どこだ？槍がない。よっ。おい、待って。待って。
あ、よしよし。悪の花、悪の花がめっちゃあるな、ここ。やばい、夜になりそう。うわー、なんだここ。ここ拠点の方が良かったかな。でも猿がいるのか。猿がいるのはなぁ。今晩はここで過ごそうかな。貝があるか。蜘蛛の巣借りたいけどな。毒持ってる蜘蛛も出てくるんで、ちょっと怖いんだよね。うわうわ、蛇と戦ってるやん。どうしようかな。あ、ほらほら、毒持ってる蜘蛛これ。引いた子。うわ、超戦ってる超戦ってんな。貝食べよ。よし。あー、蜘蛛の巣出てる。うわ、蜘蛛飼ってるし。一番いいのはね、罠を作って、蜘蛛に引っ掛けちゃうっていうのが一番楽ですね。ただ、ウィグフリットの場合は、戦った方が産地が上がるので、戦いたいけど、毒持ってるやつだけはちょっと罠にかけたいな。あ、蜘蛛来た。うわ、蜘蛛来た。いてててて。やべやべやべ、毒持ってるやつはやばい。毒にかかりたくないので。まだ産卵じゃないもんねこれ。あ、あの蜘蛛の巣と、あ、蛇のあれもある。これとこれどうしよっかな。三段になってるやつがあったら戦いたい。三段になってるやつがない。あ、これも欲しいですね。蜘蛛の線、これ体力回復になるんで、これはあるといいです。なんかこのうめき声がまた聞こえてるけど、あいつが来るのか。来てくれても全然平気ですけど全然平気ですけど、ちょっと罠作っとこうかな。どれだっけ、これか。これ引っ掛けて、2つ置いて。あ、来た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 。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、蜘蛛に引っ掛けようかな。槍がない槍どこだっけ、これか。あ、戦ってる。ほら、蜘蛛と戦ってる。ほら、蜘蛛と戦ってる仲間が。しゃあない、ちょっとこれ来て。よし、
で、あ、まだいるの？あ、よしよし、ヘビと戦ってくれれば。え、ちょ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 、あ、そっか、え、これだよね。あー、ちょっと待って、わわわわ、ちょっと仲間がめっちゃやられてるよ、ヘビに。あ、よしよし、なすりつけた。うわ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 、ちょちょ、なんで僕の方に来んの。ヘビの方行ってる、ヘビの方。ちょっと木が邪魔で叩けない。でこれで、あの、あれが、クモの巣がいっぱい手に入るので、よしよしよし、いい感じや、いい感じや。もう一泊しよう。あー、でもご飯がな、やべ、ご飯がないや。ちょっと、あれ、火が焚けない。ご飯ないな、しょうがない、これ焼いて食べるか。産地下がっちゃうけど、背に腹は変えられる。やばい。これ食べれないよね、焼いても。あ、食べれるの？なんだ、卵食べればよかった。だったら、あー、頭痛くなっちゃったな。産地下がっちゃった。まあでも手に入ったので帰ろう、明日。やべ、ヘビ来た。これ叩くといっぱい来るかな。わー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 、ちょ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 、なんか木が邪魔で。うわうわ、ちょっと待って。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って。あぶね。あぶね。うわ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 。朝まで入れるかな。うわ、なんかすげえ戦ってる。よしよし。うわぁ、また産地がえらいことになってるな。あ、ありがたい。線が出るのはありがたいな。うん、これまだ2段だし。こっちもまだ2段だね。じゃあ3段になったら取りに来よう。ここは覚えておいて。ベリーもね、取りに来たいですね。よし、帰ろう。ついでに海藻も取って帰ろう。やべ、船結構壊れたな。あ、またカニが、カニがえらいことになってる。まずご飯を作らないといけない。バナナ入れて、はい。で、これ食べて、あ、もう一個作っとこう。はい。で、傘を作ろうね。傘。傘は、じゃないな。これ、違うな。これ、枝がない。枝がないのか。枝。傘作ろう。
はい、回復。よし。で、これでカニを取れば、よし、カニにあった。で、これで魚が取れるっしょ。ね、ちょっと、これをとりあえず置いといて、これ取って、で、カニを置いて、べし。で、魚にして、これ入れて、で、これ海藻を入れて、よし、これで、また回復できるはず。体力が。その間に、枝。あ、しまった。間違えた。枝入れなきゃいけないんだった。うわー、カニ。カニ。枝を、あ、ほら、これ食べれないんだよ。食べれないっしょ、これ。ほら、もう、カニを置いて、べし。で、魚にして、入れて、で、海藻二つ入れて、枝を一個入れるんですよ。はい。それで、フィッシュスティックだっけ？ちょっと火を起こして、やべえな。ヘビの皮こっち入れといて、あっち入れといて、木もないな。豚皮入れといて、蜘蛛の巣入れといて、あ、できたできた。これ食べて、体力が89まで回復しました。やっとだよ。いや、もう一個食べよう。カニ捕まえて。そうやね。はい。じゃあ、とりあえず、今回は、これで終わりたいと思います。はい。よかったらね、グッドボタンとか、チャンネル登録とかしていただけると、大変ありがたいです。はい。それじゃあね、また、次回会いましょう。あはい、それではね、バイバーイ。いって！いや、そういうのいいから、ちょっと、2回連続とか、なしでしょ。もう完全にずるいよ、そんなの。